福田孝之は、日本の政治家。衆議院議員、内閣府副大臣、内閣府大臣補佐官制度担当、横浜市会議員等を務めた。東京都目黒区で生まれ、小学3年頃から、神奈川県横浜市で育つ。木黒サレジオ幼稚園、東京学芸大学附属世田谷小学校、東京学芸大学附属世田谷中学校、神奈川県立白山高等学校。 立教大学社会学部産業関係学科卒業。1988年、亀井義行衆議院議員の事務所に入所し、亀井の秘書を務める。同年12月、亀井が竹下改造内閣で運輸政務次官に任命された際は、政務次官秘書官を務めた。1999年、横浜市会議員選挙に立候補し、初当選した。2003年、 横浜市会議員再選。2005年、6年4ヶ月で市議を辞職。2017年8月7日、第3次安倍第3次改造内閣の副大臣、辞令交付後の記念撮影より2005年の第44回衆議院議員総選挙に、神奈川パックから自由民主党公認で立候補し、選挙区では無所属前職の枝田賢 民主党前職の岩国哲との後人を敗して落選したが、超福立候補していた比例南関東ブロックで復活し、当選した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、選挙直前にみんなの党を決闘した枝や民主党新人の山崎誠に敗れ、比例復活もならずに落選した。落選中の2010年、ユーストリームを使った。 インターネット TV 局、日の出テレビを開設し、自身も政治番組のキャスターを務めていた。2012年、第46回衆議院議員総選挙に自民党公認で神奈川パックから立候補し、枝にダブルスコアの大差をつけられ敗れたが、重複立候補していた比例南関東ブロックで復活し、3年3ヶ月ぶりに国政に復帰した。2013年より自民党、 IT 戦略特命委員会の事務局長、IT 政策の実務を担い、サイバーセキュリティ基本法、官民データ活用推進基本法等の議員立法の策定に尽力する。ベンチャー企業経営者支援や水素エネルギー政策に関わった。2015年、個人番号制度を担当する国務大臣の甘利明により、内閣府大臣補佐官制度担当に起用された。 2016年、あまりが、自らの政治資金に関する疑惑で大臣を辞任した、ため、それに伴い大臣補佐官を退任した。2017年2月、石原派を退会した、あまり明、田中和則。2012年に山崎派の石原派への、代代わりに反発して退会した、山際大志郎、無派閥の中山天皇、福田の5人で遊ぶ派に入会した。同年8月、 第三次安倍第三次改造内閣で内閣府副大臣に任命された。2017年9月24日、記者会見を行い、内閣府副大臣を辞任した上で、自民党を離党し、若狭勝、細野武志らが結成を目指す新党へ参加する意向を表明し、新党を設立した。同日、内閣府副大臣の辞表を提出、翌25日の持ち回り閣議で受理された。 25日、自民党に離党届を提出、同党の持ち回り党記委員会で離党届が受理された。自民党は2015年に小選挙区で連続で落選した議員には次の選挙で、比例代表との重複立候補を認めない方針を決めており、福田もその対象となる中で、若さから新党に誘われたため、派閥の領収である。 麻生太郎や地元講演会にも報告せず離党を決断した。一方で自民党側は相手候補は強いとして副大は超福利候補禁止の適用を考えていなかったとしている。9月27日、小池百合子東京都知事を代表とする新党希望の党設立会見に決闘メンバーとなる国会議員14人の一人として参加した。 10月22日の第48回衆議院議員総選挙では、幼少の頃過ごした経験のある東京国から希望の投稿人で立候補するも、自民党の若宮賢治に大差で敗れ落選、復活当選も果たせなかった。当選挙では希望の党の失速に加え、連合も福田ではなく、立憲民主党現職の手塚人志優を支援。福田自身も国替えが響き、 外頭演説中に横浜時代の支援者から罵られるなど逆風にあった。また、皮肉にも当選挙では東京高校を地盤としていた現職の三谷秀博が福田の公認として神奈川パックから自民党公認で出馬し、比例復活で帰りいた2018年5月、希望の党が回答し、無所属となった。2018年より、 多摩大学大学院にて客員教授を務める。2021年6月1日、同年8月に行われる横浜市長選挙へ横浜スタートアップ創造、挑戦、共同を掲げて立候補を表明した。ありがとうございます。